決勝戦どう戦いますか。えー、栃木三人で住田君自分学ぶで三人で固めて走りたいと思います。住田選手にはどのような走りを期待されますか。いやもういつも通り好きに走ってもらってはい自分ができる限り援護したいと思います、えー。ラインから優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。準決勝はまくって一着ラインワンツスリーでした。感触はいかがですか。 まあ、無理やり、まくった感じなんですけど、感触は良かったですね。決勝戦、どう戦いますか。まあ、向こうも強いんで、ちょっとまだ考えてないんですけど。まあ、優勝を取れるように頑張っていきたいと思います。二日間のレースいかがですか。そうですね。決勝乗れてるので、調子はいいと思います。決勝戦の位置を教えてください。えっと、今日と同じで、岩さんの後ろで、しっかりついていきたいと思います。二日間主導権を取る競争をしています。感触はいかがですか。 えそうですね軽く感じています決勝戦戦どう戦いますかえ短期なんで自力で一発いけるところから頑張ります 2> 2日間走った感じ聞かせてください前回ちょっとあのだメだったんですけど調子もいいんで大丈夫です決勝戦どの位置で戦いますかもう栃木3人いるんで3番手で決勝戦の位置を教えてください はい、準決勝と同じ並びで、あのーあのー、井上君、崎さんの後ろ3番手を固めます。やれることをしっかりやって1、あのー、着でもいい着取れるように走りたいいと思いますご自身で走った感触、いかがですかそうですね、連日、調子も尻上がりに上がってきているので結構いい感じだとは思います。 決勝戦どう戦いますか？はいつも通り徹底選考で頑張りたいと思います。完全優勝を目指して意気込みをお願いしますえ、明日も皆さんに見せれる熱い走りをしたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。2日間走った感じ聞かせてください。あえー、と2日間まくりなんですけど、最近ではかなり最近の中では調子いいと思うんで。ではい、明日も頑張りたいです。決勝戦どう戦いますか？えと落合くんと2人であの自力自在に優勝できるように。あの 頑張りたいです。移送した感触はいかがですか？そうですね。永久で一番強い井上君に何とかついていけてるので、調子は悪くないと思います。決勝戦の位置を教えてください。はい、えー、準決勝の時と一緒に井上君に離れないようついていきたいと思ってます、えー。しっかり力出し切ってついていけるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。